あんずちゃんがどんどんちゃんくんやポンちゃんに馴染んできてですね、まあ、ポンちゃんとは少し距離はありますが、このように、我が家の猫っぽくなってきています。この状態ではありますが、あんずちゃんは譲渡会で里親さんを見つけようね。ね。長くかかってやっと、今家猫化しました。そして、黒犬やマオイや、ジャン君やポンちゃん、そして少しケージの中にずっといるんですけれども、カオリと一緒にいることをこのようにですね、受け入れて可愛い感じになっています。一度里親さんの方に、行くとですね、また裏切られたと思って、少し傷ついたりなんかして戻っちゃうかなと思うんですけれども、一度もこういう気の許し方をしたことがなかった、アンズちゃんが心をこうやって開いたので、きっとですね、だいぶ時間はかかってしまうかと思いますけれども、里親さんと仲良くなれるはずですね。そしてね、その前に、覚悟のある里親さんに出会う必要があります。覚悟といってもですね、アンズちゃんの場合、特に凶暴なところがあるわけでもなし、そうね、どうしても人のことが嫌いで逃げたいっていうのではないんですね。何かどこかに不安を抱えているという状態なので、完全に自分の心が溶けるまで、待っていただけるという覚悟のある里親さんになんとか出会えるようにしたいと思います。ほら、こんなにリラックスするようになるんですよ。はい、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 だじゃ、はい、カリカリ、はい、カニ、イカです、イカです、イカ、イカ、イカちゃん、イカちゃん、カリカちゃん、カオちゃん、イカ、イカ、イカ。香り、今の状態だと譲渡会に行けませんよ。行くです。どうします？尻尾触ります。尻尾ピッ。かおちゃん、どんなのつん、かおちゃん、かおりんちゃん、ねえねえ、かおりん、譲渡会行けないってよ、かおりん。猫じゃないの、かおちゃん。ほら、カオリン、こんな風にね、人に慣れた方がいいよ。撮ってるんだけどね。はい。猫テラッシュ天然物。洗った後に干していたらちょっと忘れておりました。そして皆さんのために、まず、はい、どうぞ。遊びですか、遊びですか、遊びですか。遊んだ後は噛んで食べるんですか。ちょっと乾燥させておきました。じゃあポンちゃん用に、はい、ポンちゃん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 、
それでは香りは、アンズちゃんはどこ行っちゃったかな。ここ置いとくよ。じゃあアンズちゃんのために。はい、はい、アンズちゃん、あれ早くしないとお兄ちゃんに届く。アンズちゃんは好きじゃなかったっけ。アンズちゃん初めてかも。そうか、アンズちゃん遊ばないんだったらみんな取られちゃいますけど、ね、あ、もう食われた。あれかな、アンズちゃんちょっと、シロン君たちとかも好きじゃなかったっけ。よくわかんないんだね、きっと、ね、でもアンズちゃんお外にいた子だからさ、うん、普通すぎて遊ばなかったね。ねえ、そうだね。やっぱり新鮮じゃないかな。この二人じゃないと。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんの猫パンチ。ポンちゃんの猫パンチ。はいはい。はいはいはい。よし、おいしいね。すごいガチガチしてます。母ちゃん毎回いっぱい食べてくれてありがとう。ウェットばっかりね、うん、カーリンはカリカリは少し残します。母ちゃんいい子だね。足ぽぴゅ、足ぽぴゅ。はい、アンズちゃん。アンズ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 